向上を目指します。そして将来は私の大好きな地元である奄美の地域医療に貢献します。次は私は世界の最先端を走るシンガポールに留学し、英語でのコミュニケーション力と多様性を身につけます。そしてその経験を生かし、将来日本を再び活気づけることのできるビジネスクリエイターになります。次は食品ロスをなくして飢餓に苦しむ人々を救うためにフードバンクの活動に参加します。そして地元徳島から日本をフードバンクが盛んな国に必ずします。次は私は競泳世界一のアメリカで強さの秘訣と自己肯定感の高さについて学んできます。それを生かして将来はもっともっと世界へ羽ばたけるチャレンジ精神あふれた人を地方からも増やす活動をしていきます。次は将来地域医療の中心を担う医師となるために、アフリカ・タンザニアでの医療ボランティアを通して人を救うことの本質を学び、医師になる覚悟を身につけてきます。次は自然の力だけで航海をする伝統航海術と文化を学びにハワイへ行ってきます。そして将来外国航路の航海士になります。次は僕はイングランドのロンドンへ、人の心をそこから震わせる DJ パフォーマンスをするために DJ としてのスキルを学んできます。そして日本の音楽シーンを世界へ伝えます。次は私は歯間を用いた建築物を学びにニュージーランドに行きます。そして歯間の仮設住宅を設計できる建築士になります。次は僕はバンクーバーとシアトルを訪れ、本場の航空産業を肌で体感してきます。そして将来は世界の航空業界の中心となって活躍できる外資系航空会社のパイロットになって、世界中の人と人、国と国とをつなげます。次は私は将来障害がある人もない人も共に学ぶことができる環境を作るため、タイでインクルーシブ教育を学んできます。